始まるよ。はい、衛生塾のついきです。受験講談、この受験講談っていうのはこれから、参考書問題集一冊取り上げて、これがいい、ここはダメとか、そういう批評するコーナーです。受験講談、またはこういう本を書いてる、こういうような予備校講師がいる、そういうような人物を挙げてちょっと批評します。第1回目、関正夫さん、関正夫論、こんなの出ても良さそうなんだけど、まだ出てない。衛生塾の YouTube でこの関正夫さんね、関正夫論1回目ちょっと論じます。いいね。彼はもうなんか、なんだ、カリスマ予備校講師、いいよね。あとはなんか英語教育の革命児とか、もう多分本が一番売れてる人物だね。でスタディーサプリのセンスもやってるね。弁も立つ、ルックスもいい、いいね。まあ彼に関してどうしてこれほどまず支持されているか、まず第1弾ね、1回目ね、まずちょっと日本史の方を見てほしいんだ。学者磯田道史さん、テレビで結構バラエティとか出てキャラがめちゃくちゃだっていう。先生はもうテレビのプロデューサーだったらポスト林先生じゃなくて、この、ね、ポスト林先生、この磯田道史さんって めちゃくちゃ面白くて弁も立つで、なんかユニークだから、この人は司馬遼太郎から学ぶ日本史とかいっぱいいろんな本出した新書。山本博文さん、これ惜しいことに去年亡くなっちゃったんだよね。NHK の教育テレビのなんか NHK の教育日本史のちょっとしたこう講師としても出てたけどね、この人も教えることいっぱいね。本郷和人さんとか、これ学者だよね。みんな学者から予備校講師にこうある程度上から、はい、いくよ。日本史だよね。金谷俊一郎さん、伊藤外さん、上は東進の日本史の先生だね。下はスタディサプリの日本史の先生ね。今下が上を押しのけるぐらいの勢いだよね。伊藤外さんって人気あるよね。この人たちっておそらくほぼ上の学者たちの本を読んで、受験生に教科書はつまらないねっていう、つまり学者と受験生の山川の教科書をもう排除して通訳みたいな感じにしてるはずなんだよ。だから人気あるんだよ。ただでさえ上の方面白いよ。磯田さんとか山本さんとか本郷和人さんとかね、昭和だとさ半藤勝人さんとか、いろんなちょっとこうね、あの歴史の専門家がいるね。ああいう人たちのも絶対読んでるはずなんだよ。もちろん自分でもなんか研究してるかもしれないけどね。まずこれの受験生たちの通訳にこんな面白いよ。だって山川の教科書ってさ面白くも何もないんだよ、うん、なんか生きてないんだよ。だからこれが日本史に関してはこれなんですよ。こういう関係が成り立ってるんだよ。予備校の先生ってのは自分で好きだからいろんな物の本とか新書とかいっぱい読んでるはずなんだよ。それを山川の教科書をフォーマットとして自分なりに受験生にこう教えた。先生もそうだもんだって。山川の教科書なんか読んだって全然参考にも何もないもん。うん、先生が予備校を浪人した時に、ね、寸大のある日本史の先生から相当こうあるけど面白いなと思った、うん、次学者、今度は英語に行きます。いいね。あ、大西博人さん、ここ最初に行くね。なんか1億人の英文法ね、ハートで感じる英文法ね、英文法を壊す、なんか売れてるのこれ。 NHK の講師だったよ。遠野幸男さん、これだよね。コーパスという言葉を広めたんだ、20年以上前に、うん、今東京外語の教授やってるんだね。先生コーパス君ってこう NHK で教授だったんだ。遠野幸男さんっていうのはこれコーパス君ってなんか NHK でね。次田中重則先生、これ慶応の先生ね。これあのなんか東横学園の先生かな。これが、東京外語、これが慶応の先生で退職されたな。でこれこの3人はもう20年以上前から NHK でいろんな感じ、これは言ったけどハートで感じる英文法、1億人の英文法、英文法を壊す、イメージで捉えるとね、画期的なことをやって結構支持者多かったんだよ。遠野幸男さん、これコーパス君ってさ、ティッシュしたコロケーション、この名詞にはこの動詞しかつかないんだけど、ちょっと君たちがちょっと間違って英作業もするようなやつね。そういうところで田中重則さん、英文法が分かれば英語が分かるね。新感覚、分かるから使える、分かるから使える、
使える英語表現ってね、英文法が分かれば、この田中重則さんって英文法と学者の割には英文法すごく受験生に分かりやすく説明してる。思いますね、これは。こういう人たちの視点っていうのは従来の例えばロイヤル英文法、こう分厚いの青いやつで応文社が出したやつ、あと江川大輝堂さんの英文法解説とかいうのかな、黄色い表紙のやつ、あとは改正の先生やってたマスター英文法、先生の頃昭和の頃ってのはそういう分厚い参考書あったけども、旧体以前でどうしてかなどうしてかな、でもそれ以上の説明ないんだよ。うん、ロイヤル英文法だろ、マスター英文法だろ、あの江川太一郎先生の黄色表紙の英文法解説っていうかな、だってこの3つが昭和の時代もう予備校の先生でも多分参考にしてたはずなんだよ。しかしそこにこういう黒船が来たんだよ、受験生、ここの人たちを受験生、あっちとの関係ね、これが関正夫さん、どう見ても関正夫さんはこの3人の絶対読んでるはず、自分なりも一生懸命英語学とか生徒ので考えて考えていろんな、そうここら辺どう考えてもここら辺の流派なんだよ、うん、だからあっちとの関係、これが関正夫さんのまずイメージとして捉えてほしい、全く同じカリスマふにゃふにゃ先生ってみんなそうだと思うよ、学者と受験生、高校生の高校の英語の先生とかのそこで不満、そこの橋渡しがここなんだよ。じゃあこっちに行きます、こっちに行くよ、昭和平成3年まで共通一だったね、で 次はセンター試験ね、あと令和だとあの共通テストね、こういう関係ね、とここの一番下、ちょうど平成のバブルが弾けた終わり頃からグローバル化ってなるの、グローバル化って国際化とかグローバル化ってね、じゃあまずいきます、昭和の時代、伊藤和夫さん、もう受験のカリスマ、今君たちが関正夫さんとかあとは、肘井先生だっけ、スタディサプリの、もうそういうカリスマっていうのが先生の頃は昭和伊藤和夫さん、これ受験王なんだよ、受験王、本当の受験王、発音も全然そんなにいいわけじゃないんだよ、でここでは具体的に名前載せると最初だから例えばヨゼミの N 先生、英語の T 先生とかね、河合塾の S 先生とか河合塾の K 先生などは受験英語で社会人なんか英語を教えられない、発音もね大したことないんだ、うん、本当の受験英語こってこって本当に TOEIC とか TOEFL やったって高得点取れないと思う、うん、まずここら辺の伊藤和夫さんだって本当になんか外人と通訳やれとかね、翻訳とかならできるかもしれないけど、そういうようなコミュニケーションが絶対できないと、先生直に見たから分かる、うん、昭和天皇でいいよね、昭和天皇、昭和天皇の英語だってね、みんな受講者ロー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 ってイントネーションなくに抑揚なしに読むから昭和天皇の英語だってちょっとね鍵です、でも発音なんか関係ない時代だったのこれ、はっきりと読めて訳せてね、問題解ければそれで OK だと、使えるとか発音とか二の次だったんだよ、だって共通でリスニングも何もないもん、うん、するとこれ鎖国だったんだよ、鎖国、次開国ね、初め駿台に行って河合に行ってあと寄席に行って東進って4つの予備校を渡り歩いてる今井先生って、そこら辺が要領の良さがすごい分かる、うん、4つの予備校をね最後には東進じゃない、駿台河合寄席って渡り歩いてる都政人で、だこれ多分そうやって要領渡り歩いてる、でこれが大体受験からちょっと実用英語使えるっていうものをちょっと嗅ぎ分けて音読だとか、うん、綺麗な訳なんかいいんだって意味さえ分かればいいんだって雑になってくるんだよ、ここら辺が実用英語で、うん、きちんとして訳なんか別に意味さえ分かればっていう、うん、パラグラフリーディングってよずみからも出してたんだけど見ると、まあ、いつかあげるけど大したことないんだ、次西京ですよね、ちょっとこれは下に置いた、ここの系列と違う、うん、西さんの場合は割とあの当初の中でも評価 してるんだ、意外に先生はね、で次行くよ、安子ですと実用英語からなんか使える英語って自分が英検1級と国際英検のあとトイック満点だからタイトルホルダーになる、自分ができちゃってっていう、
自分が資格とか英語が好きで好きでしょうがないんだよ。だから英語はこんな面白いよとかなんとか言ってるけど、自分は面白いかもしれないけど受験生はそんな面白くないんだよ。一人だけテンション高くても一人でやってろっていうふうに冷めて見る生徒が、もう国公立の20受けるような人はみんな冷めて見る。でこれ使える、これが明治になるわけだ。次ここに関さんが現れるんだよ。関さんが、そうするとこれ受験英語と実用英語をミックスしたのが彼の強みなんだよ。彼の場合は伊藤和夫さんの構文っていうものに多分目が覚めた、伊藤和夫の英語の読み方って彼はあるところで言ってるけど、そこから大学時代に英文法、多分伊藤和夫さんで構文目覚めて、ヨゼミ系で文法が目覚めたと思うんだよ、確かなんか永田先生っていうのかな、永田達蔵さんってね、その先生あたりから文法の後に目、ヨゼミは文法で目開いた先生だけど、構文は進んだいける、多分だからこれミックスなんだよ、実用英語。彼自身もあのトイック990点だろ、あと英検持ってろ、しかしもう取ったらもうあんまりそこら辺気になくて、受験生の目線に立ち返るけども、そこは違う、高校生と社会人の両方に指示を受けてるんだよ。なぜかというと彼の場合は一応実用英語っていうのもある程度ね分かってるから、受験英語っていうのも分かってるから、両頭使いなんだよ。ここ両頭使いじゃないんだよ、これは使える英語って言ってる。実用英語とも違うんだよ。今井さんの場合なんか実用英語って言って、なんかこう割となんかこうね、これとこれのちょうど中間みたいなさ。錦織さんはこういうのあんまり言ってないんだよ。だから受験英語だけども、これの正統派を受け継いできてる感じ。この受験英語を 正統派で受けてる。これ中途半端なんだよ。中途半端。錦織さんの場合は多分トイックとかトフクとか受けても、そんなね、まあ満点とかいかないにしても高得点は取るかもしれないけど、使ってないから、京都大学の経済から英文科に行ってね、本当に自分がそこまで英語を向きになってやるっていう、教えるためだから。これを別の機会に教える、教えるのと自分ができるって別物なんだよ、これを別の機会で言うけど、実は予備校の英語の先生っていうのはね、シェルパ、ヒマラヤ登るときにネパールのシェルパっているんだけど、5000メートルぐらいまで荷物運んでくれるんだよ。あとの3000メートルは自分で登るっていう、5000メートルのベースキャンプまで荷物とかいろんなものをの、あのなんか運んでくれるのが予備校とか英語の先生。だから英語の先生は5000メートルから上に登る必要ないんだもんと。しかしなんか資格とか取ってない先生は実力がないと見なされるけども、別に取る必要もないしテンションもないから受けてない。だから一応それは別にね。と伊藤さんの受験英語と本当の意味の実用英語、これミックスしたのは関正夫さん。だから社会人にも支持受けてるし、受験生にも支持受けてる。これが今のカリスマ。だから伊藤和夫さんが今生きてるも YouTube で絶対ブレイクしない。なんだ全然発音ダメじゃんって、そうだと思うよ。そうだと思う。しかし関正夫さんは時代に乗ってるんだよ、グローバルがね、世の中は使える英語だ使える英語だっつってね、いくら文法やってもできるようにならないっていう、そういう怨嗟、恨み、ね、あの後悔、そういう人たちの負け組の気持ちを汲み取って、実は文法ってこういうもんだっていう本質みたいに教えるから、高2高3で文法でいまいち奥歯に物が挟まったような生徒いるな、ちょっとブレイクスルー、ね、突破できないで、そこに対して関本沙夫さんが救いの手を差し伸べると、ああ英文法ってこういうものなのねっていう、目から鱗落ちる。そこの受験英語っていうのも、ここの伊藤和夫さんのやつをボッていう、そこら辺でね。とまあ一応ね、これを紹介すると、この関正夫さんっていうのはちょうど受験英語っていう鎖国、もう受験だけの世界でね、リスニングもそういう問題がなかった時代、英検もほとんど受けてない時代、トイックのトの字も先生知らなかったよ、高校生とか。
大学生の時の先生普通文化だからさ、トイックの当時も後から聞いたことがある、留学、こう大学の時留学英文化で必要だなって、うん、そんな時代に塾英語って伊藤和夫さんとかこういう NTSK 先生なんかはカリスマ、今この先生たちがね、子供少子化でさいるけど、ほとんどなんか俺は300人とか500人とか大教室でやってたって言ったけど、今は細々とね、あの衛生主義みたいに小さい塾で教えてるはずなんだ。そんな感じだ、これ見るとね。だから一応関正夫さんの第1回っていうのはこういう流れで鎖国していた塾英語が開国してね、開国して使える英語だって、学校英語は良くないって、それに対してまず学校英語はどうして良くないか、どうしてみんな挫折するか、暗記でしのい、それに対して実はこうなんだっていう、だから言うと上の学者の人たちの目線で受験生たちをこうだこうだって、まあよく言うと英語の本質、悪く言うとちょっとできる人が本当は大学生から身につけなければならない英文法をなんか教祖のように教えてるわけだ。ただなんとなくすごいなと思う、確かに革命児だと思うの。ここの伊藤和夫さんでやったやつってのは、伊藤さんっていうのはもう文法に関してはいい参考書出してないんです、英文法は、うん、で次ここら辺でね、英文法いいの出したよね、英文法はここら辺がいいんだよ、大したことないんだよ、全くダメなんだよ、そこそこいいんだよ、一体伊藤さんの英文、もし伊藤さんが英文法を出したら出してないんだよ、出したらここだなって、うん、しかし関正夫さんはこの安河内さんがよく使える英語っていうの、この使える英語ってのは音読だ音読だって、なんか習うようになれろみたいな感じで教えてるんだよ。しかし関正夫さんの場合はちゃんと発音にしても理路整然とある法則性を持って教えてる、うん、確かに革命だと思う。でちょっと付け足すと、安河内さんっていうのはもう英語はこれから必要だね、英語の時代だってね、ユニクロも楽天もみんな英語が重視だって、英語は使えば食っていけるとかね、英語は大切だとかやたらすと、今井さんも言う、英語は大切だって。意外に彼が賢いのは英語いくらできたって食っていけないよって、そういう冷めた目も持ってる、だから賢いんだよ、うん、彼はこの人たちが英語は大切だ大切だ、これからは英語の時代だってさ、不意調喧伝宣伝してる割には、関正夫さん、いくら英語できたって食っていけない人はいるよっていう、だから英語だけできてもダメだよっていうところが割と彼の言ってることがね、この人に比べてやっぱりそこだよ、うん、錦織さんも割とこれほど熱く英語言わないんだよ。だから英語の先生で英語を熱く大切だ大切だって言ってるような英語の先生はあんまり信用しないことだね、うん、英語なんかできたってそこそこ他の力で物が言うよとかね、そうやって言って英語はあれうまいな英語の教え方、そういう先生があるんです、うん、先生はフランス文学でアンドレ・ジットっていうんだね、アンドレ・ジットノーベル文学賞取ったのね、その人の好きな言葉なんだけど、真実を見つけたものを疑えって、真実を探し求めているものを疑え、あ、信じろって、もう行くよ、真実を見つけたものを疑えって、真実を探し求めている人を信じようって、うん、なんかその言葉をこういう人たちにちょっとあげたいんだよ、うん、つまり英語が大切大切だって言ってる人はなんかあんまり信じない、英語なんかできたって他のもので勝負だよっていうような関正夫さん系の方が意外に英語の本質だ。まあそんな感じでね、第1回目関正夫さんの1回目だよ、2回目もあるからね。じゃあ今日はこれを全体で日本史から学者系ね、学者から上からね、こっち予備校のちょっとした流れ、共通一だろ、センター共通、まあ、はっきり言うとね、共通テストってね、もうお前はもう死んでいるってね、廃止した方がいいですって、もうセンターで終わり、共通テストでしょあれ、もうね、もうお前はもう死んでいるじゃないけど、もうこれ廃止して各国公立の大学が独自でやった方がいい、共通一の前みたいに行こう行こうみたいに、もうだってもうレベルもう分かってんだもん、9なんか、なんか9帝大7帝大ってのもう格差あるんだもん、はっきり言って、そういうところ考えた時にもうこんなの取っ払って各大学が独自にやった方がいいって、もうお前はもう死んでるじゃないけど、共通テストなんか共通大学入学共通テストはもうあれはもうお前はもう死んでるじゃないけど、あの北斗の拳もうあんなのいらないって、
を各大学が独自にやればいいんだよ。まあ一応こういうふうな感じで1回目関正夫さん、いいね。じゃあ今日はそこまでです。